願いします。はい、おお、あありがとうございます。一番ありがとうございます。10名様くらいですかね。頑張りましょう。お願いします。おはようございます。じゃあ入場します。新橋ゆのさん、わあ、一番目の入場、新第一番は久しぶりですね。おはようございます。お願いします。新第一どこや。あ、ありました。さての優勝いきましょう。お願いします。そうですね、綺麗ですね。はい、気象綺麗、ドクタリア可愛い。はい、皆さんおはようございます。いちごです。ということで新大収録超久しぶりです。超でもないか、鏡ヘイエリートサラリーも鏡ぶりなんですけれども、新大収録いちごの食べ殺し周辺やっていきたいと思います。大好きな半券来ました。盾の勇者の成り上がりでございます。抽選一番ありがとうございます。ということでね、早速バシバシとやっていきたいと思います。本日もね、時間に限りございますのでやっていきたいと思います。さあ、ちょっとマイスロー入れちゃいましょうか。これキャラ選択とかできるのかな。ボイス、あ、カスタムできる。おお、できますね。あ、待って待って、わあ、待って、メルティーもできる。うわ、ちょっと待って、これはどうしようかな。フィーロちゃんが好きなんですけれども、いや、フィトリアで行こう。フィトリアちゃんに行きます。おお、楽しみです。よろしくお願いします。本日も新橋のうのさんですね。よろしくお願いします。はい、盾の勇者の成り上がりですね。導入日が本日2023年の2月の20日より全国導入開始となっております。導入台数がそんなに多くないので、まあ、カバデリみたいにこれが流行って増産して全国のパチンコ屋さんのメインキスとなってくれることを祈りながら新大収録の方行きたいと思います。楽しく、お伝えできればと思います。通常時ですね、基本的に打ち方が2個あるんですけども、赤7と、黒バー狙いですね。で、私ちょっと赤7で最初はやっていきたいと思います。通常時は、左リールから押すのが推奨とされております。変速打ち原則できないらしいので、左リールからちゃんと子役フォローしてあげてください。で、挟み打ちでスイカがテンパれば中リールにスイカフォローする感じで、外れればチャンス目みたいな感じですね。メーカーがサミーさんとなっておりまして、本日より導入になってるんですけれども、アニメの世界観を、パチスロに、ね、そのまま表現したゲーム性もあるらしいので、ちょっとねその辺を楽しみにしているんですけれども、あのシステムがね、新しいシステムっていうのかな、ダイレクトリンクシステムっていうものがあるらしくて、引いた子役がすぐ反応してくれるっていうダイレクトリンクシステムっていうものを搭載しております。基本と、ね、なるゲームフローはもう簡単です。通常時、CZ を目指して CZ から AT につなげるといった形、オーソドックスなタイプとなっております。で、まずね、通常時することは本当にこの台簡単で、通常時はもう子役を引いたらもうあらゆるところに移行するので、その移行された場所で自分の力を発揮するといった感じになります。で、チャンスはどうやって目指していくかっていうのは、チャンス目が基本となっていくんですね。チャンス目がもうそのまま直結するので、もうチャンス目を引いた時点でチャンスゾーン確定といった感じになります。で、チャンス目の確率が約115分の1と言われているので、割と引ける確率ではあるかなと思います。お、早速来ましたね。スイカかな、これは。あ、チャンス目ですね。チャンスゾーンです。まずはとりあえず起きたことを純粋にいきたいと思います。チャンス目引いたので、チャンスゾーン35ゲームですね。ブレイブバトル AT の期待度が約 40% ございます。で、継続が10ゲームプラスアルファで、もう単純にここのパーセンテージを上げていくといった感じになります。縄踏みが最低 3%、 まあベルとかね、リプレイとか引くと乗ってくれるのかなとは思います。やばいぞ、これは下パにフラッシュしました。これは子役を引いてる可能性が高いです。で、ここもダイレクトリンクシステムが有効で、多分これチャンス目が追加なんですけれども、引いた子役によって報酬があります。スペシャルモードっていうね、チャンス目なんで、ベル並みの発生率がアップします。それぞれ子役によって性能があるんですけど、チャンス目はベル並みのアップといった感じになります。はい、いっぱい出てきますね。で、一応このスペシャルモード中は、チャンス目引いたスペシャルモード中はゲーム数ホールドしてくれるので、このスペシャルモードが終わるまでずっとベルを引ければ上乗せ、子役をね。すげえ、あー、2人が来た。はい、青で、青ですね、 5%。 じゃあスペシャルモード終わりましたので、ここから、初期のね3ゲーム、ラスト3ゲームといった感じになります。
やばい、21%。ということで終わってしまったので、21% でチャンスはブレイブバトルのジャッジに、ボスバトルの方に行きます。はい。で、バイオプラントは一番強い敵でございまして、一応、子役でハッカー抽選もしてます。21はちょっときついかもしれないでございますね。はい。ドイツで決める。プッシュボタンが普通ですが、無理ですね。25%、21%? 残念でございました。あ、20% だったよ。ちょっと待って。1。AT に当選してしまいましたということで、54ゲームめちゃくちゃ弱めの、チャンスオンから突破しました。 AT でございます。あらららら、ら AT ウェーブ O でございます。そして2000円。ありがとうございます。ちょっといろいろ説明したいとこあったんですけど、チャンスオンの前の他の子役のね、役回りとか流れちゃったんで、まずはもうウェーブ O に行きたいと思います。 AT ですね。ST タイプの AT になります。で、継続がここのね、分母5ゲームプラスアルファとなっておりまして、人数が約 2.6 枚となっております。で、ここの ST 中何するかって言ったら、リプレイオアレア役を引いて V を獲得してくださいと。で、 V を獲得できれば、ショートボーナスに行きます。だからリプレイレア役を引くことがめちゃくちゃ大切です。ちょっとやばいな、画面揺れました。ベルでもね、一応抽選はしてくれてる。これでブーストックですね。で、ここからチェインストライクという10ゲームのボーナスに移行します。ショートボーナスですね。で、この10ゲーム間は画面に色があるんですけれど、あるあるですね、太陽子役を引くことができれば恩恵がもらえますよと、報酬がもらえますよといった感じになります。で、これはね、 ST とこのボーナスを繰り返していく AT になるんですけれども、引いた子役によっていろんな性能があるので、それもね、後々引いたらちょっと説明していきたいと思います。で、これで10ゲーム消化で何も引けなかったので、終わります。こっからまた ST パーと、フェーズ2の方に行きます。で、またここで、子役、あ、リプレイとレア役を引いてくださいと。しかもこのね、ST 中がナビが、まあ、黄色ナビが出ればベルナビなんですけれども、色ついてないので何が来るかわからないと。それもね、ドキドキ感味わえてすごい面白いんですけども、危ねー。はい、チェーンソー役ベルで取りましたね。今紫と赤ついてるので、多様役はチャンス目とチェリーを引いてくださいといった感じになります。リプレイか。はい、ということで、ショートボーナス終わって3セット目ですね。取れない。で、ここ注目ですね。あと5ゲーム、4ゲーム消化してラストの1ゲームで V を獲得することができれば超チェインストライク、さっきのちょっと上位版の、ショートボーナスの方に行きます。最終ゲームめちゃくちゃ大事です。なんか弱回数めっちゃあるんで、パネルショートをしたりパネフラしたり、ここ注目です。はい、何も起きないですけど、バリうまい。これなんだろう、ベルから取ってんのかな。あ、ベルだわ。で、ここから超チェーンストライクの方に行きます。ちょっと恩恵が上がったショートボーナスですね。恩恵が上がったっていうか、報酬が、上の報酬がもらえると。引きたい子役は追加かチャンスペ。終わってしまう、むずい。何も引けませんでした。ということで、これで超チェーン終わりですね。で、また、フェーズ4に移行しますと。おー、てかベルでめちゃくちゃ取るな。はい、行きます。きたー。チャンス目と狙え高確率って出てるんですけれども、これがリプレイの一部で発生するカットインですね。リプレイを引ければもしかしたらカットインが来るかもしれないよと。きたー。これで、ね、揃えばよし、 OK。 あ、ボーナスだ。ボーナス獲得したので、ここから、ボーナスの方に移行します。チェインストライク中にこうやって今みたいに対応薬引いたりカットインを揃えたりすることによっていろんなね、報酬がもらえるんですけど、今回ボーナスの報酬をもらいました。で、通常の、ビッグボーナスの方は20ゲーム間固定で、消化中の抽選は、V ストック抽選といった感じになります。 V
そこで取れれば結構でかいですよね。あー、ついでございます。赤に変わりました。これはいただいたんじゃない？ OK。これで V ストック獲得です。次回の ST は、チェーンストライク濃厚と。獲得と。はい、ということで、ボーラス終わりましたので、次、ネクストフェーズに行くんですけれども、すぐ告知されます。V ストックがある場合はね。で、すぐチェーンストライクの方に移行します。いいですね。まあ、順応が 2.6 枚なので、まあ、なかなかねこの ST を永遠に継続させていくのはかなり難しい。出玉を、ね、伸ばしていくのはかなり難しいと思うんで、こうやってボーナス絡めたり V ストックさせたりして、高継続を目指していきましょうといった感じなんですけれども、説明全然できてないんであれなんですけれども、この画面右下にですねフェーズっていうのとシールドっていうのがあります。でこのフェーズっていうのが ST のゲーム数になるんですね。で今5って書いてあるので分母が5だから、5ゲームだけしかない ST になってるんですけれども、このフェーズのゲーム数を増やすこともできますし、下のシールドって書いてあるところが、AT が終わってしまった場合の引き戻しゾーンのゲーム数がここに表示されてます。なかった、早い。7セット250枚ということで、ST 終了でございます。で一応終了画面がまだ設定した出てないんですけれども、ボトープッシュボタンのボイスで設定したもあるらしいですといった感じでございます。ここから注目です。ファイナルショーダウン、引き戻しゾーンですね。でさっきあった下のシールドっていうのが引き戻しゾーンのゲーム数になります。で私5ゲームしかなかったので、5ゲームの中でウェーブボーを引き戻すことができればまた ST に戻りますといった感じになります。約引き戻し率が1ゲームあたり19分の1、もちろんレア役引いたら戻すんでしょうけど、どうですか。はい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 、あー厳しいか。1ゲームラストグラスだよね。早かったということで、終了といった感じになります。私さっき言えなかったんですけど、左上にレベルの表示がね、さっきのチャンスゾーンですね、ブレイブバトルの有利にするレベルとなっていきます。でこのレベルはどうやって上げるのかって言ったら、通常時のベルの一部からでも、レベルは上がりますし、チェリーを引いた場合にレベルアップゾーンというところにねすぐ移行するんですけれども、そこでレベルを上げていくといった感じになります。で通常時の主な子役の役割なんですけれども、まあ、チェリーはレベルアップゾーン、レベルを上げるゾーンに行くのと、チャンス目はさっきみたいに直でチャンスゾーンに経由するんですけれども、さあスイカの役割は広角に上げるんですけれども、広角もね3段階広角があって、まあ普通にスイカを引けば広角に上がるんですけれども、広角に上げた状態で、チェリーを引いたり、チャンス目を引いたりすると、元々の行き先の性能を倍にしてくれます。チェリーを引いたら通常が10ゲームなんですけれども、20ゲームからスタートしたり、でチャンスオンのゲーム数も通常10ゲームなんですけれども、20ゲームから持ったブレイブバトルになるといった感じになるそうです。子役によってかなり変わってくるので注目していきたいと思います。チャンス目ですね、めちゃ引くじゃん。43ゲーム、これもう速攻チャンスオンいくんで、ブレイブバトルですね、さっきと同じです。で今レベル12なんですけれども、この12のレベルの数字が、ベル並みの確率を表してくれてます。12% でベルナビが発生しますよと。だからこのレベルが高ければ高いほどナビの発生率が多くなるので、まあ、通常時どんだけレベルを上げられるかによってチャンスの成功率が結構変わってきますといった感じになります。ちょっと今回ねレア役引けなかったんで、だいぶ数字少ないですね。 33%、はい、あれこれがドラゴンゾンビなんですけれども、解析サイトには0から1か1から 33% は一番強い、バイオプラントが選ばれるはずなんですよ。これもしかすると矛盾で当たるかもしれないですね。ドラゴンゾンビが 34% から 66% まで上げたら出てくる敵らしいんですけど、どうですか。ほら
矛盾で多分当たってますね。これさすごいんだけど 33% とかでも行くんですけど、投資変わらずさっきの持ち玉2000円ですね。ウェイブウォー、2回目のエッティ64ゲームですね。 33% で行きました。まあ、ちょっと矛盾してたのでこういう矛盾エースとかもありますねきっと。さあ、ウェイブウォー行きましょう。さっきと変わらずですね。次はシールドと、フェーズゲーム数を増やしていくっていうのをねちょっと頑張ってやっていきたいと思います。まあ、5ゲームだと結構早く終わっちゃうんで、やばいよ、もう終わっちゃうよ。出るラストゲームです。早い、ジョブランプ光りました。当たってます、素晴らしい。ああそうだね、最終ゲームだから超ですね。超のうちに、チャンス目を引くことができればフェイズゲーム数が必ずもらえるので、これはチャンス目を引いていきたいところですけど、もう曲が神曲なのよ。はい、提灯は特に何もなし。さあ2セット目、いや5ゲームって割と短いからね、素晴らしい。リプレイかな、あウェルだ、うまいっす。うわっ、チャンス目だ、押し順チャンス目引いてる。これでチャンス目大役引いたんでボーナスかな、ボーナスですね、報酬ゲットでございます。これがね超チェイン中だったらフェーズゲームスも1ゲームもらえるのでちょっとでかかったんですけど、まあ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 、まあ、お緑ですね。うわーこれはシールが出ちゃうよね、味覚です、素晴らしい。さあこれでボイストック1個です、いいね。で次回も、確定。さあネクストフェイズ3セット目ですね。ここは大丈夫です、安心安全のボイストック。緑でまで一応上がっとるけどチェリーかー、ちょっと違った、あれなんでチェリーついた、えチェリーついてたっけ、ついてなかったですよね、ありがとうございます。ということでボイストックですね、うまい、ボイストックじゃないボーナスですね。いやでも超チェーン中に行きたいんだな、まあ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 、まあ、ベルとダメー、363枚の8フェイズです。さっきからフィールだな。はい、ということで、ファイナルフェイズ、ファイナルショーダウンいきます。5ゲームですね、頼む。いやラスト1ゲームで5引く、光れ、何も起きない、ダメかということで終了でございます。直接チャンス目引いてチャンスゾーンに早っ行ってしまった。チャンス目、チャンス目めっちゃ軽いな。一応設定判別予想のところに子役確率って書いてあったんですけども、設定1で出てたので絶対に子役に設定差はあると思う、今後出てくると思うのでチャンス目結構あるんじゃないのかなとは思いますね。はい、ということで、ブレイブバトルいけます。レベル30なんで、ナビ発生率は一応 30% といった感じになります。まあ、ここで引きたいのはやっぱレア役なんですよね。いやほらーフィールちゃんかわいい、これレア役じゃないでしょうか。チェリー素晴らしい、あれ下かね、特殊役だって、特殊役、特殊役はもう AT 確定です、どんなタイミングで引いてもじゃない。 100% 待って、確定役ってなんだっけ、なんか大きいあるぞ、あっていうことは 100% になったので確定役でね、 この時点でブレイブバトル中の 100% は AT 確定プラス、聖者決戦突入濃厚になります。ちょっと待って、そうですよね、これ、いやー嬉しい、何でもできる、なんだこれは。で一応まだ残りのゲーム数あるので、今 111% からどんどんレベル上げていってください。あラスト1ゲームですけど、よし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 。さあこれで今 114% なんですけれども、今ベル引いたんで、まあ、もうちょっと上がってると思います。さあここからボスバトル、確定なんですけれども、この後注目です、聖者決戦ですね、素晴らしい。あーここいいよね、このバトルめっちゃいい、やばきよ。さあ聖者決戦いきたいと思います。うわこんなに早い時間にやれると思わなかった。はい、ということで、ST 強化ゾーンっていうのかな、AT の強化ゾーンっていうのかな、
一応あのブレイブバトルが 100% になったら絶対に突入するんですよ。すごいよこれは。今私 117% だったかな。まあ 100% 超えてるんでこれはもう絶対に勝利確定なんですけれども、ここでこいつに勝つことができれば ST のゲーム数が絶対に加算されます。 1% あ 1% じゃない1ゲーム加算されました。勝てばゲーム数加算です。でここから、5ゲームが前半パートになるんですけれども、もうさっきの 100% からかなり削られてしまいまして 17% ですね。 117% あったのか。で前半の、5ゲーム間でこのパーセンテージを上乗せしていくと、でこのパーセンテージが純粋に、強行とのバトルのスタートになるらしいです。ここでねどれだけ上げられるかによってフェーズの獲得のスタートっていうのかななるので、頑張って子役引いてレベルをパーセンテージを上げてってください。あうまいようまいようまいよ。あちょっとあこれ危ないかもしれない。外れ。これで終わりですね。 70% でボスバトル。ういここを突破することができればおそらく大丈夫だと思うけど、もう1ゲームフェーズもらえるんで ST が7ゲームからスタートする最強の有利の ST になるので、え負けたんだけど、あまだだよね。まだ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 。はい素晴らしい。フェーズ1獲得で7ゲーム ST 持ってます。あいいねチェリーさあ 59% でボスバトル。ワンチャンいけるぞ。どうでしょう。あれ立て、いやー終わった。まあ十分ですね。7ゲーム ST あるんで。はい、かわいい。ウェイブウォー。素晴らしい。ということで、3回目のウェイブウォーいきたいと思います。すごい軽いぞ。まあ、さっきのは確定薬引いたんで、バグレっちゃバグレだけど。7ゲームあるんでね、さっきより、2ゲーム多い状態の ST でしたよ。OK。じゃあ、2セット目。で、7ゲームも固定なので、うわっ。レア役だぞ。うわーチャンス目、うわ来た。ST 中のチャンス目はゲーム数上乗せのやつに行くんですよ。上乗せチャレンジでリプレイを引くことができれば3ゲームもらえると。もう純粋にこのままです。リプレイ、うわうまー。でかマジだ。フェーズ3ゲーム10ゲームありますね。 ST ゲームうますぎ。チャンス目の ST 中のチャンス目の恩恵がこれです。チャンス目で当選した場合ね、チェインストライクに。キャサップ、うわ何セット、聖者決戦入れたんですけども。ということでフェーズはいっぱいあったんですけどシールドがまあないのでちょっとね、いやここ戻せないと痛いぞ。せっかく10ゲーム ST 取ったのに、いや全然伸びないんだね。なるほどね。で本機の一応天井が朝一が800ゲームプラスアルファで当選するのかな。でそれ以外通常時1173ゲーム消化で、AT 突入となります。まあ、恩恵がどっちも、ST を 10ゲーム持った、ST になるので天井長いですけどね。でまあ必ず AT に入るっていう点はかなりいいですよね。で一応このね台の有利区間が切れる瞬間っていうのが 6.55 キロの中では結構目に見えてね分かりやすいらしいんですけど、その引き戻しゾーンファイナルショーダウンのシールドゲーム数を、AT 中に ST 中に上乗せした場合、例えば7とか持ってた数じゃないですか。それがファイナルショーダウン入って5ゲームになった時点で残り有利が切れるらしいんですよね。だからまあそこで引き戻しをすることができれば有利切れた段階で、もう本当に一撃2400万以上のかなり大きな出玉を獲得することがね可能となっているので、スマスロですかみたいな。さあ突破できるのか。 34% 一応、弱レア薬ですね。弱レア薬スイカ、チェリーで 2.5% で書き換え抽選で、チャンス目が、25% ね。確定薬は 100%。 どうでしょう。
スイカは、はい、いや私 34% ですけど、すごいよ。はい、いけます。2、1、4回目のウェーブを、ここはねかなりの出来れ感を感じますね、ボスバトルは。さあ行きます。もう何を言ってもしょうがない。直下のを持ってくる、いいね。1ゲーム目でベルからチェンストライク。さあ2セット目、わーこれなんか引いたか、リプレイか。はい、リプレイ。おー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 、これチャンス目まであるよ。赤までいったらさすがにチャンス目あると思う。これバー揃うんじゃない、狙ったら。そうですよね、チャンス目です。素晴らしい。はい、で報酬獲得、いいね。ビッグボーナス、まあ、ST 中の特化ゾーンが1個あって、それが、ST 中にチェリーで V ストックをした場合、アイアンメイデンっていうステージに移行するんですけれども、そこのアイアンメイデンで解除することができれば特化ゾーンがね、ございます。特化ゾーンございます。そこの特化ゾーンがこのフェイズとシールドをね獲得してくれるんで、そこで、ね、入れたいんですけど、なかなか ST 中にチェリーが引けないっていう。はい、ということで、125枚、3セット目ですね。リプレイ、ナイス。まあ、もうこの時点でリプレイかスイカなんで、チェーンストライク確定ですね。あら、ラフタリア養殖系ね、これで報酬ゲットボーナスかな。いいね、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 いいね。はい、ということで終わった。183枚の4セット目、あーうまい、これチェリーだ、やっとった、チェリーで V です。これで、アイアンメイデン移行します。ライジングゾーンをかけたチェーンストライクですね。ここで、リプレイをレア役で解除することができれば、おお先ぶかしてる、リプレイか、リプレイをレア役で解除することができればライジングゾーン特化ゾーンに移行します。リプレイだ、うまい、絶対にいっている、よし、完璧完璧完璧、コングラチュレーションズ。はい、ということでここから特化ゾーンに行きます。ライジングゾーン、で一応これがね、フェーズよりかはシールドメインの特化ゾーンになります。で一応このスタンバイって出てるんですけども、スタンバイ中も特化ゾーンの対象内になるので、押し順ベルを引けることができれば高確率で上乗せしてくれてます。シールドね、メインはシールドです。乗るか、あ乗るね、 OKOKOK。 これをどれだけ長く続けることができるかが結構大事。まあ、ギアス の、 スタンバイ中みたいな R2 か、シールド持ってこれるか、ういよ、素晴らしい、続け、だし素晴らしい。あ、これフェーズ獲得した、珍しい、すごいじゃん、めっちゃうまいよこれ、準備中だよこれ、すごい、うん、あ始まってたよね、始まってた。これで、砂時計を揃えたらライジングゾーン始まります。今日 ST ゲーム数と、引き戻しのゲーム数の上乗せ特化ゾーンです。で基本的にスタンバイ中と一緒で押し順ベルでの上乗せと、まあ、レア役を引いてももちろん上乗せございますので、継続が10ゲームかな、どれだけ乗せられるか、持ってくれるか、十分すぎる、平均15だからね、シールド26ゲームとフェーズ1ゲーム追加されたんで、次の ST が6ゲーム分もございます。まあ、1ゲーム増えるだけでもだいぶでかいんで、おー素晴らしい、なんだろうかな、リプレイだね、食べるか。あ、これ背景なんかあった気がする、あデフォルトでした、さっきから出てるやつはデフォルトなのね。ピーロしか出ないということで5ゲームのファイナルショーダウンいきます、さすがに。ということで、戻したんですけど速攻落ちましたね。はい、よし、割と早い。あら、あれは役チャンスでーす。で負けてた場合チャンスだったら 25% で書き換えします。まあ勝ってると思います、多分赤文字ですさんで。
いや259ゲーム投手も下まで行ってます。早いね。はい、3、2、1、ウェイブウォー。 OK。 はい、本日6回目の AT です。さあ10セット目、早いな。はい、ドロロリンってなったけど、うわー、これでリプレイです。素晴らしい。中押し鍋が出たら最終ゲームとかで結構やったら面白いと思うんですけど、中にいるに中段にね、砂時計図から狙っていただければ、リプレイが成立してれば真ん中にゾンと止まるらしいですね。しかも押し順チャンス目効いてる。うめえ。超ジェインストライク中の、報酬はエピソードボーナスになります。まあ単純に10ゲーム増えて30ゲームのエピソードで、フェーズゲームが絶対に1個ストックされますね。うわー、エンディングムービー流れるのか。これ熱いな。エモいぞ。アニメのエンディングですね。もうぜひアニメが好きな人はこの動画見ない方がいいかもしれないですね。自分で打って見た方がいいかもしれない。神曲、涙出てきそう。いいな。500枚オーバー、今日初めて500枚オーバーだ。ちょっと感動してる今、うるっとしてる。2人がかわいい。はい、ということで523枚です。これで絶対に、超チェイン中のエピソードボーナスはフェーズが1個載せられますと。でフェーズが6ゲームスタートになりますね。で V2 個あるんで2回チェインストライク確定と。はい、あれ、こんな画面ある？てかなんだっけ、ベルちゃんいるんだけど一応撮っとこう。 AT 終了画面しか出てないから分かんないけど、ボーナス終了画面は出てないんで分かんないですけど、初めて見た。だいたいいつも同じやつだったから。さあ行きましょう。14セット目、19分の1。いやファイナルショーダウンむずすぎ。ということでまあ約800枚くらいか。1000枚を超えるのはかなり難しいと思うので、こうやってコツコツとね、当たり引いて500枚くらい出して、早いとこレベル上げてチャンス目引いてって感じだね。じゃあ広角上がったんでここでチャンス目を引きたいところではあるんですけども、結構すぐ落ちるんで、プラスここでもう一回追加引くことできればさらに超広角に上がってもっとチャンスになるので。わー、チェリーか。これねレベルアップゾーンが20ゲームスタートになりますね。でかいでかい。うわー、あるよ。ば、ナイスすぎる。降格中だったらこのブレイブバトルの、ゲーム数もう20ゲームからスタートするんですよ。これが降格中対応になるのかわかんないんですけど、まあ、20ゲームスタートだったらその降格中にレベルアップゾーン中のブレイブバトル当選も降格扱いになるっていうことがわかりますね。え、下パネ消えました。へへへへ、確定薬引ったか。また押していいですか。はチャンス目、あ、2連続チャンス目は AT 確定。レベルアップゾーン中にチャンス目を2回引いたらこいつです。マジか。聖者決戦からの AT ですね。すごくない？やった、2回目の聖者決戦です。150%だってすごい。さあ行きましょう、聖者決戦です。まずはさっき 150% 持ってたんで、そのうちの 100% 使い切っちゃいますね。これで1回目は勝ちます。さあこれでフェーズ1個獲得。はい、フェーズ1個で2個目ですね獲得。うい、これで3ゲーム追加したんで初期8ゲームから始まりますよ。
ダメか。復活。ああ、ないですね。三フェイズ獲得したかな。三二一。ウェイブワー。334ゲーム、聖者決戦からですね。レベルアップゾーン中にチャンスも2回来ました。オッケーオッケー、危なー。ベールから。ああ、いいね。オッケー、ナイス。ボーナス。ライジングゾーン入った。こっからも行くんだね。普通にチェインストライク中にパー揃えたらライジングゾーン飛んできたんで、でかい。これ伸ばそう、この AT。 はい、ということでシールド12ですね。よし。うわー、2セット。ヒーローしか出ないね、終了ボイスということで。引き戻しが 23?あ、16か、そんななかった。絶対戻す。うわー、298枚、6セット。黄色ね。緑ですか、どうですか。おお、最高だね。うまい、2回戻してる。355枚、9セットですね。もっと強くなります。多分ラフタリアはね、そんなに強い帽子じゃないんですよね。最高。部屋役かな。うわー、最高だ。押すたび押すたび光るもん。チェリーですか。いいね。321ベイブ13連続成功よ。もうすごい、これの繰り返し。ラスト6ゲームしかないんで頑張ります。えっ、レバーオンの告知なんてありですか。あ、うまいね。すごいじゃん、1号4連続引き戻し、すげー。ウェイブを OK。 いや、増える。501枚、17セット。ラフタリアデフォルトです。さあ、5ゲーム間ですね。非常に大事な。うわー、さすがにそんなチートみたいなことは起きませんでしたね。ということで、まあでも結構頑張りました。引き戻し1000枚出なかったけど、500枚くらいかな、これで。ってな感じです。さあ、広角移行大事だ。おー、スイカ引いて、超高ですよ。チャンス、チャンス、チャンス。ここで、レア役引くことができれば、エティ濃厚です。ペルティ、かわいい。エティ濃厚です。素晴らしい。ウェーブ5なんですけども、あと何ゲーム続くかわかんないんですけど、あー、もう無理か。始まっちゃうか。ウェーブ5。素晴らしい。危なかった。結構はまりましたね。チャンスを2スルーしたんで、トータル320ゲームでウェブをいきたいと思います。ラストにします。伸ばします。170万4セット。いいね、もうゲーム大事。絶対戻そう。す、早い。いやー、変な感じだよね。なんかミミズみたいな。でも徐々にやっぱり上がってきは来ているので、まあ初当たり軽いしね。 AT が伸びて伸びてって感じでなってくれれば、まあ綺麗に右上がりのグラフは描けるんじゃないかなとは思っております。はい、ということで、うちはもう時間なのでね、2時3時くらいになってるので、帰って編集の方したいと思います。まあ、当日アップできると思いますので、皆さんぜひ動画を見て打っていただけたらいいかなと思います。ちょっとエンディングの方でまた評価の方していきたいと思いますので、どうぞ。はい、ということで実戦が終了しました。お疲れ様でした。ちょっと階段に撮ってるんですけど、声が響いてしまって小さい声で喋りたいと思います。はい、ということで、盾の勇者成り上がりですね。本当にサミーさんの題が本当に最近ね、自力感満載の面白い題が多いということで、
本当に楽しみにして今日という日を迎え、抽選両番で取れ、実戦が終了したわけなんですけれども、最終的にちょっと最後マイスローの方を貼っとくので、ぜひ気になる方はマイスローちょっと見てみてください。かなりね、内容としてはその解析があまり出ていないので何とも言えないんですけれども、まあAT の初当たり自体めっちゃ軽かったし、まあ、ハマっても300とか CZ スルーも2回くらいかな。ただ隣の台が直撃かなりしてたので、私は1回もしなかったので、ちょっとその面どうなんだろうなっていうところはあるので、まあ、今後ねいろいろと解析が出てきたらまた動画の方でね打てたらいいかなと思います。まず投資と回収こちらです。まあ最後ねちょっと CZ にスルーしてメダルは減ってしまったんですけれども、プラスで終わることができました。ありがとうございます。だからゲーム性は本当にね、なんていうのかな、引くべきところで引くものっていうのが分かりやすいし、あとはやっぱダイレクトリンクシステムですね。これを引いたらすぐに展開が移行するとか、そういうところは本当にスピード感っていうか、まあ無駄引きもないし、ちゃんと反応してくれるので、なんか今までの 6.5 期を打ってきた中でかなりね新鮮だったなっていう感じはありました。で結局そのブレイブバトルチャンスゾーンの、最後のねボスバトル、まあ、パーセントをどれだけ上げても突破ができないっていうのって、おそらく定性っていうのは強度だと思うんですよ。なんか見ててそんな感じはしましたね、島全体ので。 80% なっても足らないっていうのも何かありました、見ましたし、で私比較的少ないパーセンテージでバシバシ突破してたんで、まあ、そこにねかなりの設定差っていうか、できれ感っていうのを少し感じてしまった部分っていうのはあったので、まあ、今後これもまたみんなのねツイッター、皆さんのツイッターとか見たり、実践結果とかねいろんな方の見て、自分自身でこうね調べられていけたらいいかなと思います。もうほとんど待ってないですね。はい、ということで、縦の勇者の成り上がりですね。もう全体的に本当に期待通りの面白さっていうか、私のはかなり強度が良かったんで、すごい楽しく終われたとは思うんですけれども、まあ完熟です、完熟。本当にすごいアニメが大好きなので、半剣が好きなので、あ、歌も良かったし液晶も綺麗だったし、ゲーム性もすごい面白かったので、また普通の通常の収録の方でね出せていただきたいなと思います。ということで、ちょっとエンディング雑になりましたが、いちごよりの久しぶりのいちごの食べどころく旬編、ありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。バイバイ、せーの、食べごろ